はい、こんにちは、こんばんは、和之助です。今回はですね、前々から気になっていたラズベリーパイをご紹介いたします。モデルは現状最高スペックのラズベリーパイ 4GB モデルとなります。 8GB モデルもありますが、 CPU 性能はどちらも同じです。ということでコスパが高いこちらを購入しました。商品は非常に小さい箱に入っていますが、これでパソコンとして機能します。まあ正確に言うと、プログラミングの教育用として開発されたコンピューターです。最近流行のスマートフォームを作ったり、カメラモジュールを取り付けて監視カメラにしたり、ロボットのプログラミングをしたり、アイデア次第でいろいろ活用することができますが、今回は実用的なところで普通にパソコンとして使ったり、あとはこの小ささと省電力性能を活かして複数のパソコンで共有できる自宅専用のファイルサーバーを構築してみたいと思います。このチャンネルではガジェットやパソコン関係の動画を上げていきますので、もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それでは手順を追ってご紹介していきます。はい、ということでメインとなるのがこの小さい箱に入っている名刺サイズのラズベリーパイ本体の基板です。この小さい基板に全てが詰まっていて、この基板単体でも販売していて1万円くらいで購入することもできますが、結局専用ケースとかケーブルとかが必要になるので、まあ最初に必要なものがセットになっているこういったキットが楽ちんです。価格は 14,800円と結構お手頃です。まず中身はこちら専用のケース。とりあえず本体保護のためにはあった方がいいですね。専用のケースなのでぴったりはまるように作られています。そしてLANケーブルですね。これはどこにでも売っているやつです。はい、そしてこれは本体冷却用のファンですね。続いて 32GB のマイクロ SD。これが本体のストレージになります。そして電源用のケーブルとコンセント変換用のアダプター。ケーブル関係はモニター出力用の HDMI ケーブルですね。こちらはマイクロ SD を USB 変換するためのアダプターです。そして最後はチップ冷却用のヒートシンクとプラスドライバーが入っています。ということで中身はこれで全てです。それでは組み立てていきたいと思います。ではまずこのラズベリーパイの心臓ともいえる基板です。蓋を開けるとカードサイズの基板が入っていて、この基板にパソコンに必要な機能が詰まっています。インターフェースは左から電源用の USB Type-C とマイクロ HDMI が2つ、イヤホンジャックがついています。そして USB 2.0 と USB 3.0 が2つずつ、あとは 1GB LAN がついています。ちなみに無線 LAN にも対応しています。基板の裏側にはマイクロ SD を挿すことができるようになっています。これが OS を入れるストレージの役目を果たします。そしてまずはこの基板に冷却用のヒートシンクを取り付けます。3つありますが、 CPU とメモリーと USB のチップに取り付けます。基本的にはチップと同じサイズなので、それらしいところに取り付けます。こんな感じで全部取り付けました。そしたらこの基板を専用の白いケースに入れていきます。まあ、アルミのケースとかも別売りで売っていますが、これで十分だと思います。ケースは上蓋と下のパーツが分かれて3つのパーツに分かれます。次は下の土台に基板を取り付けます。引っかかりがあるのでここに固定しておきます。向きは間違っているとはまらないので、間違って組んでしまうことはありません。そしたら中蓋をつける前に冷却用のファンを取り付けておきます。ファンは 5V 用のピンを使います。公式サイトの図があったので、まあこれで言うと赤と黒のところに挿しておきます。取り付けたらファンを通しながら中蓋をはめ込みます。あとで分かりましたが、最後にファンを取り付けても問題なかったので、まあ順番は逆でも大丈夫です。まあ、あとはこのファンを固定します。固定方法はこのケースの場合、上蓋に固定することができるようになっているので、はめ込んで固定します。まあ、ネジも付属していますが、このケースネジ不要で取り付けられるので、まあ楽ちんですね。まあ、最後に蓋を閉じます。このケース、スリットが入っていてエアフローもちゃんと考えられています。構造はシンプルで必要なものも揃っているので、組み立ては非常に簡単です。では続いて OS のインストールですが、これには別のパソコンが必要になります。 Windows か Mac か Linux のパソコン、どれかをあらかじめ準備しておきます。ちなみに私は Windows パソコンを使います。 OS はラズベリーパイ専用の OS が無料配布されているので、パソコンを使ってダウンロードからインストールまで行います。 OS インストールの手順としては、ラズベリーパイの OS は公式からダウンロードして、まず Windows パソコンにラズベリーパイのイメージをインストール、
そして Windows にインストールしたイメージを実行して MicroSD に Raspberry Pi OS をインストールします。最後に MicroSD カードをラズベリーパイ本体に差し込んで完了です。では実際にやっていきます。まずキットに入っていた 32GB の MicroSD をパソコンに差し込みます。付属の USB アダプターがあるのでこれを使っても OK です。そしたらこちら Windows パソコンを使ってラズベリーパイ公式からラズベリーパイ OS をダウンロードします。私は Windows パソコンを使っているので Windows 版をダウンロードします。今度はダウンロードしたイメージを実行してイメージソフトを Windows にインストールします。そしてイメージを実行するとラズベリーパイのインストーラーが立ち上がるのでこれを使って MicroSD にラズベリーパイ OS をインストールします。まずは OS の選択ですが、いろいろ選択肢はありますが 4GB 版なので 32bit 版のフルをインストールします。すると先ほどパソコンに挿した MicroSD が出てくるのでこれを指定します。書き込みボタンを押すとインストールが始まるので完了するまで待ちます。まあ、所要時間はね、だいたい20分ぐらいかかりました。まあ、なのでちょっと割愛します。ではインストールが完了したので実際に動かしてみたいと思います。 MicroSD を取り出してラズベリーパイ本体に差し込みます。はい、でモニターをラズベリーパイにつないだので電源を入れてみます。電源が入るとランプがつくようになっています。起動すると OS のセッティング画面が出てきます。端折りますがログイン ID とパスワードなど初期設定をして再起動するとセッティングは完了です。そして立ち上がるとですね、見た目は普通のパソコンみたいな感じで、普通のパソコンと同じようにマウスとキーボードが使えます。はい、ということでパソコンとして使えるのかね、動かしてみました。試しにブラウザを立ち上げて YouTube を動かしてみました。最初の立ち上がりは表示に時間がかかってちょっともたつきがありますが、動画を再生すると特に遅延をすることもなく普通に視聴できます。そしてラズベリーパイにはマイクロソフトと互換性のあるオフィスソフトも入っていて、試しに以前動画作成で作った Excel の表を立ち上げてみます。意外とサクサク動きます。互換オフィスって結構表示が崩れることがあるんですが、特に表示が崩れることもなくちゃんと表示できました。パワーポイントのファイルも立ち上げてみました。これは画像ファイルを多く使っているせいもあるかもしれませんが、表示までにだいぶ時間がかかりました。見た目が崩れることはありませんが、画面の切り替えも毎回待たされて、パワーポイントはちょっと実用的ではない感じですね。ちなみに文書作成なんかは問題なくサクサク動作します。あと一点気になるのがこの動作音ですね。ファンの音が異常にうるさいです。 Google で検索するとサジェストでラズパイファンうるさいが上位に出てくるくらい本当にうるさいです。ファンが小さいのもあるんですが、どうやら 5V 電圧にピンを挿しているのが原因みたいですね。まあ苦肉の策としては 3.3V のピンに差し替えてファンの回転を下げると静かになるみたいなので試してみました。ピンの位置が離れているのでケーブルを2つに分ける必要があるのがちょっと面倒です。一応絶縁テープを巻いてピンはこの位置に挿しました。これで回転数が落ちて静かになるはずです。ということでほぼ無音になりました。ファンの回転を落としたので冷却性能は落ちましたが、最悪ファンなしでも大丈夫な気がします。負荷をかけるつもりでしばらくYahooを見てましたが、発熱も大丈夫そうです。はい、ということでね、パソコンとしては結構普通に使えるなっていうのが分かりました。今度は自宅用のファイルサーバー環境を作りたいと思います。外部から接続するようにもできますが、私あまり外出先から使うことはないので、あくまでも自宅のネットワーク内で使える共有サーバーを構築したいと思います。ファイルサーバー用の保存領域として、うちに余っていた 256GB の外付け SSD を取り付けます。ファイルサーバーは Linux では有名なサンバをインストールします。やり方はネットを検索するとたくさん出てくるので、細かいやり方は割愛して手順を簡単に解説したいと思います。ということで、まずはコマンドターミナルを立ち上げて、インストールのコマンドを入力するとこんな感じでインストールが開始されます。そしてそのまま指示に従っていくとインストールが進んで完了します。あとはですね、またコマンドターミナルで設定ファイルを開いて、
PI サーバーという名前でね、接続できるように追加しました。自宅で共有するだけなので、アクセス権限は誰でもアクセスできるようにしておきます。はい、ということで、うちのメイン PC からアクセスしてみたいと思います。これで他のパソコンでもファイルを共有できるようになったので、私の場合動画の編集がだいぶ楽になると思います。まあ私あまりやりませんが、 iPhone から接続することもできます。ということで、ちゃんと実用性に耐えうるかどうか、クリスタルディスクマークを使ってファイルの転送速度を見てみたいと思います。ラズベリーパイの処理能力でどのくらいなのか見てみたいと思います。結果は有線接続の場合、読み込みが最大 114MB、 書き込みが 61MB、 無線接続は書き込み読み込みともに約 11MB でした。有線なら使えますが、無線はちょっと厳しい感じですね。ちなみにメイン PC はこんな感じです。左がメイン PC の C ドライブ、 SSD なので書き込み読み込みともに 2GB かそれ以上出ていて、まあ爆速ですね。右がデータ保存用の 3.5 インチハードディスクです。こちら USB3.0 で接続しています。 100MB 以上出ていて普通に使えています。まあ比較してみるとこんな感じです。メイン PC は直接接続しているので、まあ早くて当たり前ですね。そしてラズベリーパイを使うなら、 100MB くらい出ている有線 LAN であれば省電力のサーバーとしては優秀だと思います。実用性を考えるなら有線 LAN は必須ですね。ということで、今回はラズベリーパイ4モデル B 4GB モデルをご紹介しました。この動画ではパソコンとして使ってみたり、自宅用のファイルサーバーとして活用してみました。今印象としては、自宅で使う分には普通に使えるなっていうことが分かったので、今後メインでファイルサーバーとして使っていきたいと思います。この他アイデア次第でいろいろできるので、試してみてはいかがでしょうか。今後もガジェットやできるだけ分かりやすくパソコン関連の動画を出していきたいと思いますので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではこの動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。